はい、皆さんごきげんよう、オーディオファミリーです。今回ちょっとね、4312G ゴーストエディション、なんか真っ白の、ね、はい、限定の、限定なんか100ペアなんかな、はい、これちょっとね仕入れたんで、はい、あの展示するんで、そうですね、せっかくなんで、まあ、開封動画開封してみようかなと思って、ちょっと開けていきますね、はい。ここはどうかな、買ったやな。真っ白のね、はい、スピーカーってなかなか、まあ珍しいですよね。JBL あるけど、あるやろ、あるやろけど、はい、JBL でよね、そんな、はい、まだ画像、ね、まだ画像でしか見てないんで、はい、限定ってなんか、限定って、なんか限定でちょっとあれですよね、限定好きですよね、はい。日本で100セットなんかな、あ、世界はもうちょっとあるんかな、まあ、日本国内だったらそんだけってことですね。全世界じゃないと思うけどね、100セットは多分。これが一人で持てんな横にしようかな、横やな、これ、はい、これ一応こういう出し方が一応あれなんですね。明日から、明日開けるんか、横にして、上開けて、上下、上開けたらダメだったのかな、いや、とりあえずどっちでもいいよね、はい、横にしないとダメなんですね。横にして、横にしてあるよね。面白いですよね、こうやって絵がこう描いてあるっていうのは、うんうん、よいしょ、こういうことね、はい、よいしょ、多分この状態で、あ、ここはさらになんか、これ下やから、これ上げてこう倒して、倒して、うん、っていうことじゃないかな、出たばっかなんですね、これ、はい、このモデル自体は結構なんかロングセラーであれっぽいんですけどね、うんうん、で標準のやつよりちょっと高いんやったかな、あ、税込みで30、35万ぐらいだったかな、でもお手頃ですよね、はい、JBL さんそういう意味では本当そうですよね、うん、こういうことね、ああ、こういうことですね、これ破れとくけども、こっち後ろにね、わお、もう、おー、いいですね、ね、明るい感じ、明るい感じで、これのスタンダードモデルは黒色なんですよね、うん、確か、うんうんうん、
白いいですね。白いいですよね、うん、ちょうどいい重さ。ちょうどいいわ。これはバナナつ、あ、つけてるのかな。あ、そうですね。ピン外したら、なかなかこれ外したら、はい、バナナはつけてそうですね、はい、どうですか。いいですね。ね、うん、あ、これはマジックテープ、はい、おお、いいじゃん。あ、いいですね。かっこいいよね、はい、白と黒やし、はい、結構茶色とか黒っぽいのエンクロージャー多いんで、はい、こういったのも明るくてね、はい、しかも JBL で、はい、限定で、はい、どうでしょうか。あ、いいと思います、ね、バスレフは真ん中、真ん中で、はい、うん、ウーハーこれ30なんかな。30センチです ね、はい、L100 と構成は、うんうん、ほぼ一緒って言っていいと思いますね、うんうん、3ウェイってことで、うんうん、ウーハーとミッドとツイーター、うん、ドームツイーター、はい、まあとりあえず、はい、開封動画というか、はい、まあ、ただ1本だけそうですね、まあ、せっかくなんでってことで、まあ、また後日、はい、ちょっとセッティングして、そうですね、音出しして、はい、レビューでもね、そうですね、またお話ししていければいいかなって思いますね、うん、結構評判はいいですよね。あ、いいです ね、はい、うん、いや、なんか明るくなったね、はい、雰囲気が、はい、でもなんかすぐ売れそうやな。そうですね、なんかあっという間のような気がします ね、あんま売りたくないな。僕限定好きなんですよね。いいですね。もう手に入らんってことだもんね。そういうことですよね。限定っていうこと、はい、限定ってそういうことですから。日本に100台しかないってことはね、100ペア、はい、まあ、信頼を受ける方に、大事にしてくれる人にはお譲りはしようかなとは思いますんで、はい、また機会があれば、はい、聞きに来てください、はい、本当いいですね、うん、僕でも外しておきたいタイプやな。あ、ね、はい、サランネットそうですね。でも外したらこのね、マジックテープがあるやけど、本当にユニットとかもかっこいいんで、あれですよね、うんうん、いいんじゃないでしょうか、ね、ちょっとしばらくこれ鳴らそうかな。そうですね、うん、なんか本当にこれはあっという間にいなくなっちゃいそうですね。まあ、ちょっと何とも言えんですけどね。ああ、うん、うん、まあ、気にしてもらえたら、はい、はい、はい、と思います、はい、はい、ということで、JBL431 に、はい、何でしたっけ、なんちゃらゴースト、ゴーストエディション、はい、ゴーストエディションね、 431G ゴーストエディションの開封動画でした、はい、モニター系のオーディオですね、はいはい、ということで、はい、はい、はい、終わります、はい、では、はい。